なんつうか十数年前ですか、家族の反対、まあ親族の反対を知ってバイク屋で飯食ってくんだみたいなねこと言って店立ち上げて、いろんな危機がありましてね、なんか一匹狼引き取ってやってきたんですけど、本当になんていうかな、実はいろんな人に助けられてきてるなということで感謝しております。まあ今日ね、今月も本当厳しくてですね、ちょっと今月支払いどうすんのなんて思ってたら、家族ぐるみで付き合ってる男がですね、まあまあ前からまあ乗り換えるみたいな話はしてたんだけど、ね、2種のスクーターを今日ご購入いただきましてね、なんかこう厳しいなって思った時にこう救世主が現れるみたいな、まあなんていうか僕の商売論とかではなくて、とても僕がこう今生き延びてるのは、まあ、本当家族とか親族とか仲間に支えられてるなっていうのは非常にね、まあ本当に感謝しております。ただ一つわがまま言わせてもらえるならば、もうちょっと早めに助けてほしいダメかな贅沢かな今日ね、すげー僕を助けてくれる幼馴染と今ちょっと飲んでて、まあ今帰ったんですけどね、もう整備なんかにも精通してるというか、まあ車屋さんやってる幼馴染なんですけど、いやもう今日ちょっともう盛り上がってしまいましたね、だいぶ飲んでしまいました。まあ今日ごめんなさい、ちょっとオートバイの話とかちゃんとできない感じなんですけど、いや今日ちょっとね有意義な一日だったもんで、ああ俺やっぱなんだろう、日頃の行いがいいのかな、なんかいろんな人に助けてもらいながら生きてるなって、ありがたいですね。でなんかこの動画もね、まあ、続けてるとどうなんですかね、娘がねちょっと参戦してくれるみたいな、まあ、どんな形でね関わってくれるかどうかわかんないですけど、ちょっと娘の参戦があるみたいなので、どうしようかな。とりあえずギターとか今ね、一生懸命やってるんで、うちのワイズファクトリーのテーマソング作ってよって今オファー出してるんですけど、どうですかね。ジングルみたいなのとかオリジナルで作ってもらうとか、動画の前にこうオープニングでみたいなと、どうですかね。ワイズファクトリージャガジャンみたいなのとか、そういうの作りたいな、どうなんだろうな、まあそこは娘のセンスに任せたいですけどね。いや楽しそうだな、なんか YouTube 始めてからいろいろ面白いことあるな、楽しみだな、今後がなかなかね、こうやって手伝ってもらえる人なんかもだいぶ増えてきてるし、こう、あ、でもあれか、あれなんですよ、ちょっともうお気づきになってる方いるかもしれないんですけど、YouTube の動画に、まあ、YouTube 普通にね、見てらっしゃる方だと分かると思うけど、広告とか貼り付いてるじゃないですか、あれ、まあ、YouTube で動画を流してる人なんかは収益化なんつって言うんですけど、まあ、一回見てもらうといくらみたいなのとかね、はい、ね、まあ、うちの動画もちょっと貼り付けてますよ、でちょっとね広告的なものをつけてちょっとでもなんか見入りになるんだったら、僕のこうサーキットへ復帰する時のスポンサードみたいなものをお願いできればと思いますので、ちょっとうっとしい広告がついてる動画になるかもしれませんけども、ちょっとご勘弁いただいてですね、2回でも3回でもこう見ていただいて、どうなんですかね、どうすると収益が上がるのかがまだ全然システム的にはわからないんだけど、
なんていうかこうちょっと僕またサーキット走る時のこう身になればなということでやってますんで、ぜひこの動画を見てる方たちにスポンサードをいただいてっていうことですよね。ぜひぜひあのじゃんじゃん見ていただいて、であの近々あの娘も参戦しますんで、であのうちの P も気合入ってますんでね、もう今あの趣味動画作りだって言ってますからよろしくよろしく応援の方いただけたらと思っております。はい、よろしくお願いします。今日すいません、ちょっとあの幼馴染と話盛り上がっちゃって、今日こんなもんですいません